発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。毎度、都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。次は、浅草一丁目、浅草一丁目でございます。発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、浅草公園と、浅草公園の方でございます。つくばエクスプレス線ご利用の方は、乗り換えです。次は、浅草公園の方でございます。発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。このバスは、電車桜木行きでございます。次は、西浅草三丁目、桜木行き。発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、日比谷2丁目。日比谷2丁目でございます。台東区障害学習センターへおいでの方は、こちらが便利です。北谷警察署からのお願いです。車の直前直後や、横断禁止場所での横断はやめましょう。次は、入谷2丁目でございます。次は、中入谷でございます。走行中の座席の移動は大変危険ですから、おやめください。次は、中入谷でございます。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、北谷2丁目。北谷2丁目でございます。次、マリマリ。バスがマリマリ。そのままお待ちください。発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。毎度、都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。このバスは、町屋駅前経由、電車桜木行きでございます。ただいま、交通規制中のため、このバスは、電車桜木止まりになりますので、注意ください。次は、鶯谷駅前でございます。JR 山手線、京浜東北線ご利用の方は、乗り換えです。次は、鶯谷駅前でございます。次、マリマ。バスがマリマです。鶯谷駅前。発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、上根駅でございます。お客様にお願いいたします。前の付近に立ち止まることは、乗務員の安全確認に支障が出ます。おやめください。電気券やシルバーパスなどの乗車券は、検査表示を乗務員へはっきりお持ちください。次は、上根駅でございます。次、マリマリ。バスがマリマリ。そのままお待ちください。
発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。発車します。お捕まりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、町屋一丁目、しっくり餃子、昭和22年創業、ボリューム満点、老舗の餃子、餃子は一流前でございます。お客様にお願いいたします。電源をお切りください。それ以外の場所ではバナーボードに電源を入れ通話は停止ください。次は
発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、一本松、日帰り白内障手術の町屋一本松眼科クリニック前、地域の皆様の健康を見守る町屋整形外科入り口でございます。都バス、都電、都営地下鉄、日暮里舎人ライナーを別々の定期券でご利用のお客様は、連絡定期券の場合、割引になります。どうぞご利用ください。次は、一本松でございます。次、止まります。バスが止まるまで、そのままお待ちください。発車します。おつかまりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。毎度、都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。このバスは、電柱桜木行きでございます。ただいま、交通規制中のため、このバスは、電柱桜木止まりになりますので、ご注意ください。次は、町屋三丁目でございます。お客様にお願いいたします。お年寄りや体の不自由な方、小さなお子様連れや妊婦の方に座席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。発車します。おつかまりください。危険ですので車内の移動はおやめください。次は、おかけ橋、おかけ橋でございます。お客様にお知らせいたします。都内にお住まいで、満70歳を迎えられた方は、都内の都電バス、都電、都営地下鉄、日暮里舎人ライナーをご利用いただける、東京都シルバーパスを購入することができます。詳しいことは、都営交通お客様センター、電話03-3816-5700、または東京バス協会までお問い合わせください。次は、おかけ橋でございます。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。発車します。お捕まりください。危険ですので車内の移動はおやめください。毎度都営バスをご利用いただきましてありがとうございました。次は千住桜木西新井町終点でございます。帝京科学大学附属動物病院帝京科学大学千住桜木保育園はこちらでお降りください。お客様にお願いいたします。バス停での喫煙はご遠慮くださるようお願いいたします。どなた様もお忘れ物のございませんようご注意願います。次は千住桜木終点でございます。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。先週桜に終点でございます。どなた様もお忘れ物のございませんようご注意願います。